はい、えー、こんにちは。それではですね、えー、今日決算出しました、トヨタ自動車、あーですね。えー、まだちょっと場中で撮ってるんですけども、ご了承ください。えー、先ほどですね、えー、決算出しまして、え今期最終ですね、14%情報修正、最高へ今日予想をさらに上乗せという形になっております。コンセサンスも両方上振れという形で、さすが世界のトヨタという感じですね。時価総額は51兆円を超えてきているというようなところで、PR がですね、また10倍を切ってきました。9.4倍まで来ているというような状況です。 で、えー、見ていきますと、まあ、まず予想のところですね、大幅に情報修正しておりまして、最終駅に関してはですね83.6%増、経常益に関しては69%増という感じですね。 救急で見ても非常に素晴らしい伸びですよね。主席とか場駅で言うと88%増、最終益で86.5%増。まあ、売り上げ高に関しては23.4%ってとこなので、まあ結構為替のところも大きいんだろうなとは思いますが、あまあしっかりとですね、えー、コンセンサスっていうところを上回った、あですね、数字っていうのを出してきてますね。この緑色の三角のところがコンセンサスの予想っていうところになるんですけども、これを上回っていますし、あと、通期のです予想のところもコンセンサスを上回るような形で会社予想を出してきております。さすが、あといったところですね。 まあ業績の、通期の業績の推移に関してもですね、今期の伸びっていうのが、昨年もすごかったわけですけども、今季非常にですね、いい伸び方をしているっていうのがですね、これを見ても一目瞭然という形になっております。はいまあこれを受けてですね、日経平均株価とかもですね、トヨタの決算を受けてからですね、少し上げるような動きもしていますので、やっぱりこの日本をですね、けん引するトヨタの決算がいいということはですね、 えー、日経、えー、全体、日本のね、株価の全体の底上げっていうところにもね、今後つながってくるんじゃないかなと思いますので、えーまあ、今後もですね、非常に楽しみかなと思います。そしてまあ先ほども言ったようにですね、やっぱ PR が10倍いっていないということも考えれば、まだまだ上昇の余地っていうところは、えー、あるんじゃないかなと思いますので、まあそういったところで今後の、まあ、トヨタの株価っていうところも非常にですね、重要になってくるかなと思います。 ま、そんな中で、えー、月付き足からですね、いつも通り見ていこうと思います。まあ、トヨタに関してはですね、以前から何度も動画を出しているので、えー、過去からの推移でどんな風に僕は見ているのかっていうのもぜひご覧いただければとは思いますけども、まあ、直近のところの付き足でいきますと、この2500円からこの2900円、この400円幅のところで、えー、レンジっていうのを作っていましたね。まあ、どちらにしてもですね、髭を長く上に下にとつけるような形だったので、どちらも居心地が悪いんだろうなと、この2500のところは安すぎて、 すぐ買われるし2900のところは買われ、えー、過ぎという感じですぐに売られるしっていうのが、まあ、4ヶ月ぐらいこう続いていたわけなんですけれども、えー、先月1月からですねまあ、新人差の効果ももしかしたらあるのかなと思いますねやっぱり新人差のまあ、ランキングっていうところを見ても必ずトヨタは入ってくる銘柄っていうことになりますので、えー、そういったあまあ個人投資家のですね現物買いっていうところはですねこの上昇を後押ししているような感じがします で、週足でですね、もうちょっとそのあたりしっかりと見ていきますと、えー、ここのところですね、えー、先月の、まあ、1月のところですね、年が変わってから、えー、しっかりとですね、陽線を4つ続けてですね、えー、この辺のところはやっぱり新人さんの回答からも結構あるんじゃないかなと思います。やっぱりここ、レンジをずっと組んでいましたので、この出来高的にはですね、かなり重たいところなので、進行するのは結構難しい位置だったとは思うんですけども、えー、しっかりとですね、この真下の2 4 0 0円、えー、2500円のところからですね、えー、それといった調整 っていうのも大きなものもなくですねしっかりと上まで来てしかもこの2900円ですね今まで抜けなかったラインっていうところもブレイクをしましたこれが1月15日の週ですねまあ、これによってですね 2,900円を今度は、サポートにするような形で、一回調整入れるんですけれども、しっかりと緑州で、選手ですね、戻すというような形が作れたので、今日のですね、この3,000円の大台っていうところですね、3,000のところをしっかりと上に抜けるような形っていうのが出てきます。で、この3,000っていうのは、まあ、トヨタに限らずですね、これは意識されるあの価格帯、価格になりますので、これは覚えておいてほしいんですけども、それはなぜかというと、呼び根が変わるからですね、えー、まあ、この単位っていうところですね、えー、一株、あの、 呼び根のところが単位が変わるっていうことで、えーまあ、3000はどんな銘柄でもです、ね、意識をされやすいっていうところは、まあ、覚えておくといいのではないかなというふうには思います。はい。 ということで、えーまあ、今ですね、まだちょっと場が動いているんですけども、えー、冷やしでですね、えー、ちょっと見ていきたいなと思っています。で、この戦略っていうところでいきますと、もう既にお話をしているように、この3000円のブレイクのところですね、まずここが一つブレイクのポイントとして、い場ですよっていう話をしました。それから一回ですね、この調整を入れてサポートを確認しに来たわけですけども、ここのところもですね、ここで反発する可能性っていうところで、エントリーのタイミングですよっていう話をさせてもらいました。 そして、今、まあもうちょっとね、これ一気に上に行っちゃったので、今こっから行くっていうのはなかなかなんですけども、この3000のラインですね、この3000のラインっていうところは一つですね、ロングのポイントとなるっていうところだったので、少しですね、この2900から3000のところで計算前で,ですね、揉んでいたんですけども、今回ですね、ブレイクしたところで、結構サロンとかでもですね、ここ入れましたっていう方は結構多かったように見受けられます。 で今、3140円のところで,ですね今、動いているかなというところなんですけれども、まあ、こうなってくると、ですねちょっとここから入るっていうのはまあ微妙にはなってくるわけですね。やっぱり、真下のところの支えるサポートっていうのが今、何もないものですから、そうなってくると、まあ、打診からこの辺から行くのは悪くはないんですけども、基本的にはこの玉っていうのは、ですねどっかで一旦下に押すと、要はここで買い上がっていった人たちの利確売りっていうところに押される展開っていうのは、十分想定をしておかなければいけないんじゃないかなと。 いいう,ふうには思いますただ今回の情報修正、えー、結構大きいものでしたしそういったところを考えても、えーま、し下のところはですねやっぱりこの3000のところは硬いかなというふうには思います。 でこの3000円の真下には、ですね、えー、少し揉んでいたこの出来高だまりっていうところも控えていますので、そうそう簡単にこの3000円から2900円のラインっていうのを下に突き抜けるっていうのは難しいと思うんですよね。そういう意味では、今からですね打診で行っておいて、まあ、3000円まで落としてくる可能性あるよねと、あるいは2950円ぐらいまではあ、まあ、出来高だまりのところで戻すかなっていうぐらいの気持ちで、まあ、打診から入るっていうのはですね。 あの、全然悪いトレードではないかなと。優位性を考えたときに、これで絶対上に行くんだっていう意味ではなくて、下でですね、しっかりと難品を入れる。それでこの2つの球で上に持ってってもらうっていうぐらいな、ちょっと余裕を持ったですね、トレードっていうのはここから十分ありなんじゃないかなと。まあ、そんな風に思っております。 で、えー、まず5分足のところですね、えー、ちょっと見ていきますと、まあ、こんな感じですね、決算を受けて、まあ、一気にですね、えー、ガッと上げているような状況で、まあ、今のところですね、えー、今で、えー、2時半ぐらいなんですけれども、まあ、あと30分ぐらいありますけれども、まあ、まだまだですね、この売りがぐっと来るような感じっていうのは見えませんので、まあ、少なくとも今日に関してはですね、えー、まあ、このお上の目線っていうところは、 ま、崩れないんだろうなというふうに思います。で、一旦落ち着いた時とか、あと、あるいはですね、この日経が、あまあ、マイナスのですね、難聴な時に、このトヨタ自動車がどんな風に、ま、まあ、どの道理確っていうのどっかで入ってくるので、えー、まあ、そういったところでですね、どこまで押してくるのかっていうのを見ながらですね、えー、ちょっとまだ今回入れてないですと、まだポジション持ってないんだけども、これから入ってみたいなという方はですね、一回押すところっていうのが、まあ、どこで来るのかあーっていうのを見定めながらですね、ヘントリーをしていくといいのかなと思います。 それからもう一つポイントとして挙げれるかなと思うのが、トレンドラインですね。これがだんだん引けてくるのかなというふうには思っています。これですね。ちょっとまだ綺麗に引ける感じではないので、これがそんなに機能するかと言われれば、まだそんなにいいだとは思うんですけども、一応ですね、この上昇トレンドラインに回帰をしてくる、戻ってくるときにはですね、エントリーチャンスとなりますし、逆に言うと下からですね、持っていますよっていう方で、ちょっと理覚のポイントがどこだかよくわからないという場合、このトレンドラインですね。このトレンドラインを下に。 冷やしベースでぶち抜けたとき、それで抜いた、下に抜いた状態で確定をしたときにですね、えー、まぁ、あ、理をしておくと、まぁ、あ、一番いいところで利確ができる場合が多いということがありますので、まぁ、あ、一つ今後ですね、ちょっと上がりすぎちゃって、もうど、どうしたらいいかわからないという方はですね、このトレンドラインですね、これを利確のポイントとして見ておくといいかなと思います。 で、このマックディもですね、レッドクロスしそうだったんですけども、また上に向いてきていますので、まあこういったところをレッドクロスしてくるかっていうところも一つまあ、見てもいいかなとは思うんですが、まあどちらかというと僕は、えー、横横の調整ですね、えー、横横の調整を経てですね、一回下に押すようなところがあれば、まあそのようなところをですね、えぇ、のタイミングとするのが、まあ個人的には好きというような形です。 はい。ということでですね、えー。今日は素晴らしい決戦を発表しました。トヨタ自動車ですね。えー、見ていきました。まあ、引き続きですね、トヨタ自動車を追っかけていきたいなと思いますので、またあこういう動画見てもいいなという方はですね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは、あー場中で、えー、すいません。ちょっと失礼なところ、ね、あったかなと思うんですけれども、おまたあちょっとね、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。